こんにちは、しょうチャンネルの福ママです。このチャンネルでは自閉症の息子の幼児期から成人までの療育実践記録を発信していきます。今回は今週の調理実習の動画です。食べやすい大きさを自分で判断するなど自力で頑張ったことが多かったです。今日はこのお料理を作ります。お待たせ。はい。今日はお魚料理だね。うん。さっき読んでみた。ちょっと読んでみた。先に読んどくといいよね。うん。よいしょ。よし。もうん、ある、ある。今日は何人前ですか？うん、5人前で、ご飯何？あ、ご飯ね、4合炊いて。はい、うん、6時14分。はい。ちょうどいいかな。うん。ちゃんと解凍します。よし。魚は解凍してからにしようかな。ね、青菜はざく切りに耐熱器にコーンとともに入れ、塩コショウをする。ラップをして電子レンジに加熱で、2人用だから1分30秒かな。2人用1分30秒だから、もうちょっと長くした方が良かったかな。この前の時どうやったっけ？うん、これかな。うん。この前の時2人用の1分30秒でできんかったんじゃなかったっけ？ちょっと長めにした方がいいね。はい、ちょっと寄せたら、うん、これかな。うん、そうそう、広くなる。
よ。本当よ、お席するの。おかえり。おかえり。ずっと席しよう。あら、ここに尻向いた。どこ尻向いた？ちょっとだけ。あ、ここか。ちょこっとここ。そうそう、なんか飛び寄ってんの。吸ったね。血出てないから大丈夫。うん。さらなく涼しいです。ありがとう。これは返しこだな。お母さん、さらなくもこれ切らしちゃった。あ、本当？うん。そっか、もうなかったっけな。ちょっと待って。スカリだって。なかった。買っときます。うん、スカリだって。え、何？待って、スカリだって。これ？これ？何のこと？ココナッツ。しっかり閉じるみたい。もうなくなったんや。あ、それ私ちゃう。死んでいるんですか？うん。死は私のものだ。そうですか。サランラップの芯は何日だ？そうだ、猫の手でるやつにしよう。猫？猫のこれ、爪切り。あー、爪研ぎか。それすぐバリバリになるよ。じゃあ、リレーのバトン。リレーのバトンいけない。リレーするときそんなの使わなかった？使ったよ。使った？赤とか黄色とか青でやったよね。うん。リレーのバトンみたい。ばあばあ、リレーのバトン。どうしてやろう。今？そんな無理でしょ。うん、今はしない。今ショートさんが無理してるから。そうそう、これあのサランラップのバリバリっていうのと金やから飲んないよ。これはね、ゴミに出せないからね。Thank you.
やつ。20センチが2枚で1490円。あ、それ安い。1490円。2枚でやろ。それ安い。そう。そうね。20センチってでもこのぐらいしかない。はいはいはい。ちっちゃい。でも1枚700円か。高い。高いやろ。安くないでしょ。うん、普通はな。今日は向こうの隣の教室の方にあったんや。それは緑さんだ。おいおい、どうなんだよ。今日はなかったよ。そうですか。うん、明日の朝にはだいたいよ。まっすぐ来て、高知は、うん、高知はね、まっすぐ来るな。もうあそこ、大阪へずと思ってるから。8日ぐらいだけど、9日か。
月に3を入れて瓶を合わせて振りかけラップをして電子レンジで加熱するかな。レンジ加熱が多いんだけどね。うん、計量カップに合わせたら、うん、向かいでいいか、うん、これか、うん、これを、ね、うん、粗挽き黒胡椒黒胡椒ないんだ、うち何やっとった？あの奥にあったやない？え、うん、あの奥になかった？もうないない、もうないないよ、ないよね、もうこれしかない。それでいいわ、それ少しにして、ああ買っとかないからね、忘れてしまったから。黒胡椒あれと同じやつので、待って、あの、うん、前買うとこれだろ。コンソメは2分の1個で1分の1個と3分の1個を1個使ったらよし、うん、ない、もうないって、もう空っぽだ。ごめんごめん、あったかな、あれコンソメ、あー、ある、よかったね。はい、はい、どうぞ。どうも、うん、ちょっと刻んで入れるよ。刻んで入れる、はい、どうぞ。Thank you.
2人分だと 6分だからあと15分くらいかな。どうかな、そんなにしたらちょっとやりすぎかもしれない。6分でしょ。6分でいいか。6分でやってみて、見えてなかったらもうちょっとまた6分するとかの方がいいかもしれない。いいし。これでいこう。ちょっと刺してみよう。はい、わかりました。刺したのでわかる。なんかさ、キャベツがしなっとなっとったら。あ、人参がまだだ。そっか、人参が硬かった。うん。ちょっとかな。あと、もうちょっと6分。レンジの温度は難しいよね、レンジの時間ね。小麦粉あるかも。小麦粉？うん。はい、冷蔵庫です。
かな。このくらいでいいかな。違うから焼くんだったっけ。表、うん、表になる方ってどっちだと思う。ちょっと待って、うん、粉は古いって書いてあったんだから粉入れない方がいいんじゃないですか。うん。で、表になる方ってどっち？こっち。こっちから焼くって書いてなかった。表に小麦粉を落とした魚を表になる方から、うん、これかな。そうです。だから逆でした。
よし。よく読んでごらん。さらに返してさらに焼いて器に盛るっていうんだっけ。他に何か書いてない。で、身を添える。ここ読んでごらん。魚の身が熱い場合は蓋をして蒸し上げてください。少ししかない。
できてるかな。いいかな、うん、ちょっと器に、うん、塗りを盛るんですか、うん、塗りを盛るんですか、うん、このお皿白いの、ちょっと洗っとくよ。なんかお魚のソースは作らないの？うん。フライパンのフライパンの汚れを拭き取り。うん。A を入れて火にかけ、2だったら魚にかけるだっけ、うん、キッチンペーパーいいかな、うん、
いいかな、ご飯多い、それ半分にしてあげて。うん、これでいい。うん、いいです。いい足だ、うん、これお母さん、うん、お父さんはいるかな。お父さんご飯いりますか。少しいるって。よし。うん、こんくらい。うん。それでいいと思います。うん。はい、できた。できた。はい、今日のご飯できました。お疲れさんでした。どうも。はい。食べますか。うん。はい、もう食べよう、うん、いただきます。いただきます。お魚もうちょっと食べる？そんだけにする？うん、うん、そんだけにする。じゃあこれ頑張って食べて。うん、あの牛乳飲みたいから頑張って、うん、でね、もうちょっとね、あのね、なくしようね。うん、頑張って
牛乳は英語でミルクって呼ぶんだって。うん。あのね、小さいやつはね、鬼の小さいやつはね、めちゃくちゃ目かわいいんよ、こっちも。何鬼の話？小さいね、鬼はね、ね、あの、鬼の、お目はね、めちゃくちゃかわいいんで、こっちも目も、うん。ごちそうさま。あ、こっちも、はい。なんか牛乳の話から突然鬼の話になるのなんかわからんかった。休んだら洗うね、うん、お願いします。はい、みんな終わったらよし終わったよ、ありがとう釣りじゃん、はい。